というわけで、今日もですね、素敵なゲストにお越しいただきました。ええー、川辺歯科医院の川辺大先生です。よろしくお願いします。すいません、ね、お忙しいところ、声していただいて。何名、六人目ですよね、今回ね。そう,<ー>そう。結構ね、えっと。いつだ。 初めては10月の頭で、そこからあのちょこちょこやってたらなんか皆さん来ていただいて、はい、まあ面白い話、であのすごくいいなもう YouTube に、一番最初の北条公明わかりますか先輩の方丈ですけど、あの彼のディスカッションをみながら見て、あの一般人の人が北条の伊人もすごいですね、だしうちの伊人も来たんですよ。へえ、だこれやっぱあのやっててよかった。 最近は、あのー、なんか、ゆ、この前の十一月のプレゼンテーションで、一月にユーロの。ペリオオルソはい、はい、ールス。ありがとうございます。見ていたる。当たり前じゃないですか。見てますから。<laughs> ありがとうございます。あの、そ,うそう、ね、どうですか。やっぱり、<や>あの、ペリオールスすごくいいと思うんですよ。はいはい、実際どうなんですか。やっぱりあれって、はい、今も、これからペリオと、ペリオの中でホットな内容なんですか。うんうん そうですねペリオールソシナジーっていうこの間題目でシンガポールで開催されたんですけどいやでも先生がおっしゃるようにヨーロッパの EFP っていう団体でその団体がやってる会なんですよなで基本的にはその終病の新聞類だったりとかそういうんですかねガイドライン的なのを AAP アメリカ歯病学会とその EFP ヨーロッパの歯周病連盟が作ってるんでかなり世界的な権威の 学会がやってるんですよ。それでえっと昨年もベルギーでやってるんですよ。はいはい、でそれが2年連続で同じテーマをやるってことがいまだかつてないんですよ。<ー>ということはトレンドになかなりなってきてるっていうところなんですね。やっぱりこの間参加したときに思ったのが、強制とその一般 GP っていう一般診療をやってるいいあのー、国って日本ぐらいなんですよね。うん、やっぱりはいやっぱりそのなんですかね壇上で立つのは まあペリオドンンティストと共生でまあセッションしてディスカッション掛け合いをしていくことが多かったので僕がそのなんですかね応援しに行った工藤先生日本人唯一のプレゼンターだったんですけどその先生はもう両方自分でやられててで素晴らしいプレゼンテーションされてやっぱり会場もすごく湧いてましたねなんで今後その,その分野がもし世界のトピックになった時にまあ日本がかなりそのリードできる分野になるんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと感じました。 でもね、はい、あのプレゼンテーションを見て思ったのは,はい、はい、逆に今で、はいはい、だからでもそれってうん、うん、例えば多少ペリオがあるケースをエクスリュージョンして上げてきてっていうふうにやればそれって、うんあのー、普通じゃねっていうふうに僕なんかちょっと思ったんですけどなんでそれが今さらって言い方がいいのか分かんないですけどなぜ今その世界が今注目してきたのかっていうことなそうそう 多分なんか僕の感覚なんですけど、うん、もうなんか再生療法とか,、えー、か CTG コ,コネクティビティシューグラフトとかが結構ホットトピックに今までずっとなってたんですけど、うん、もうそこが議論尽くされたんじゃないかなっていうふうに思ってネネタタ切切れれでしょネタ切れになななったんじゃないかうそうなってきた時に先生が今おっしゃったエクストルージョンとかっていうのの時に軟、うんね、組織一緒にくっついてくる骨も一緒にくっついてくる。うん、これって まあいわゆるそのヒゲ化的な再生療法やその粘膜の再生になるんじゃないかっていうので今注目されてきてるただ多分そのベクトルがあんまりなかったのは今お話があったようにこう矯正位と何ですかペリオドンティスが分かれてたんでその発想自体があまり日本で普通に考えてても海外であんまなかったんじゃないかなっていうふうにちょっと考えてますはい。だからなんかここ最近で注目 されてきたんじゃない。もちろん海外でもそういう合わせ技みたいなので出している先生もいるんですけど、まあまだまだマイノリティな気がします。今更って思っちゃうんですけど、まあでもペリオを含めてやっぱり出尽くしてるんですか、はい、内容的にはもう,うん海外的に。例えばまあ1980年代90年代とかのこういろんな術式がバーって出てきてた時に比べて。 やっっぱり少なくなくててきてる気がしますで再生療法に関しては最近いわゆる新術式って言われるものが出てきてニュートンに石化を入れないっていうものが出てきてるんですけども、まあ、そこでもう何ですかねそこからさらにっていうのはあんまりないんじゃないかなっていうなんか似たような術式が最近はなんか増えてきたなっていうので次はそっち行くんじゃないかなと僕は そっちで矯正を絡めたものに最終的になっていく要はヒゲになってきてる流れもあるんでいわゆるヒゲで直していくってところで考えるとすごくいいもんね。なくなってるところを上げて整えておいて上がっちゃったところを整えるとそう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 いうイメージなんですけどでもねやっぱりもう保存はねもうネタ切れエンドもネタ切れだから。ネタ切れなんでしょ いや、あんまり僕はあのエンドの勉強してないですけどいや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 ,いやしてたでしょ。でもなんでじゃあもうやめたかっていうとはい、はい、もうネタ切れ。この前あの11月のね終わりのプレゼンテーションを出してましたけどいつまでねこうニッケルなんちゃらかんちゃらとかいうよくわかんないこんなね針金を。<laughs> <laughs> いつまでね改良し続けるんだっていう<ー>これも僕からしてみるとる、はいはい、ここにしかもうネタないでしょっていうだから早く殿堂学会とかももうネタ切れなんだから。 早くエンドをよくしようってエンド学会がやってるんじゃなくて、エンドをある程度普及させようっていう流れともうないんだから先が、はい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 、普及させようっていう流れとプラスエンドをなくそうよっていう流れに早く持ってってよって思うんですよ。うんうんうん。いつまでやってんのエンドっていおっしゃったでしょ？おっしゃっただからあのこの前あのエンド学会でそういう流れを作ってくれってエンド専門に言ったんですよ。あエンド専門に。はいはい。したら。 それは GP の仕事だって言うんですよああ、なるほどいやちょっと待てととエンドドンティストとペリオの専門医でね何が違うかっていうとペリオの専門医はあのペリオをなくすっていうところもペリオの中に含まれてるでしょあ、おっしゃる通りででしょで僕ねそこがね日本の社会の中で歯周病の専門医は認められてますエンドの専門医は認められてません っていう状況じゃないですか。はいはい、ここにね、大きな差があると思うんですよ。だから、やっぱり令和の遠藤は数を減らすってことを。はい、早くね、遠藤学科がやってほしいなと思うんですよ。ま入ってない僕らもなんなんですか、ね <laughs> <laughs>。あんなに遠藤について熱く語ってた、ね。<laughs> いや、結局、ね、<laughs> あの遠藤をやってて、はい、なんか僕の話になっちゃってますけど。いや、あのね、やっぱ遠藤をやってて、もう早く遠藤なくそうよっていうのが。うんうんうん だから、のああいいう話になってくわけ確かにおっしゃるとおりであの予防が究極ですよね。だからそれが究極なんだったらそれをみんな目指せばいいじゃんっていう。でも先生がおっしゃるようにこの間僕がプレゼンテーションさせてもらったような60歳で歯列不正ですごくてペリオあってって患者さんあれでかなり僕ペリオの治療矯正治療インプラント治療ってやってるんですけどやっぱり先生のような方が。 あのディスカッションの時にやっぱり究極小児の時にあれちゃんとあごの育成ができればああいう患者さんが生まれないっていうのは僕も迷いはやれたことあって本当はやっぱり究極そこを見ていくってところになってきますしそうすればそのスキルすら別に僕のスキルすらいらなかったわけなんでやっぱ一番価値のある目線なななんじゃないかなとい、ね、僕もやっぱだからや,、はあ、やってるわけだしだからペリオの先生も、うん、あのだからあの僕の。 あの、まあ、もう、ボス的な存在になっている先生も、インプラント専門医から。やっぱ、その、勝利の方に、流れてってるわけですよ。いや、結局、それって、インプラントの専門医が見てもそうだし。エンドの、先生、僕みたいなね、エンドを中心にやってる。人間も、そういう目線になるし。先生のように、その、今言った、ペリオの鑑定からも、そうじゃないですか。結局、やっぱり、そこに、うん、あの。 なんていうんですかこう収束していくんじゃないのかなと思うんですよね。ね僕ね、医学部に行くんですよ。え本当ですかそう、四月か <laughs> すごいですねそう。だから、はいはい、あれもあのなんでかっていうと、話の中で、はい。ま自理化の観点が必要でしょはい、そうですね。おっしゃる通り。そうだから、はい、航空内が。はい 上気道の成長を促して、サポートして。上気道の正常な機能が航空内の育成を、あのサポートしてるんですよ。だから、ミューチュアリーサポートとディベロップメントなんですよ。なるほど。そう、だから、そこにやっぱり航空内見える歯科と、あの上気道の専門の、まあ、あるという地味科の先生が。やっぱりタイアップしてやるっていう、やっぱここに医学部と私学部っていう。あの、やっぱ大きな壁があるんですよね。それを、まあ、取っ払えればなと思って。 もう受験されて、受験したんですよ。受かったんです。受かった。いや、前ですか。すごいことを言って。別に、あの大してあれは。いや、いや、いや、おめでとうございます。だから、やっぱ、りそういうね、観点で、やっぱり、勝利の航空内。を、やっぱ、しかが、そういう観点で見始めるっていう。時代。を、やっぱり、令和の時代にすべきだと思うし。はい、はい、はい。な、ジーピーの中で、あれをやるのも、当たり前みたいな。もう、プラコントロールが、ペリオンもね、カリエスも。あの。 昭和の時代からねうん、うん、平成の時代にかけて当たり前になったじゃないですか今度はやっぱりこう、うん、不正攻防の原因に対してしててアプローチをしよよ、ううっていうことを作る時代なんですようん、うん、令和は。だからやっぱりこう令和の時代が終わる時に、うん、あの僕らがねやっぱり65とか70ぐらいになった時に広まったなっていうのが僕らの世代だと僕は思うんで。 なるほど。でもこんなこと言って心臓経過ですよとか言ったらごめんなさい。<laughs> いやまあなんかそれはそこで熱いエピソードがあるんだろうなって思います、ね。それまた話しますから。<laughs> でも医学部ゆえどうですか病院は？勤務医がいるから。え先生はもう全くもう治療しない。岡山の駅前のい、e、いで遠藤専門医で話してくれて。うん、授業が終わるのが四時でしょ。七時半までやってるから、はい、その間に二人ぐらい見れるじゃん。お<ー><だ> <laughs>